ウコンです。ウコンさん、これ、うん、6月じゃないですか、うん、6月シンブラジナ、あ、知ってる、知ってるよ。結婚式がね、やっぱり多いんですよ、6月っていうのは、うん、そうよ。これ、ウンコも結婚するんですかね。そう、これ、だから今、あのバージンロードって言ってる、うん、あ、この道バージンロードなんですか。そうだよ。あ、そういうことか。育ったところから、うん、こう出てきて、うん、バージンロードを歩んで、うん、下流に、新しい世界にこう向かっていくっていう、その途中のバージンロード。あ、うん、作ってる。バイバイ。なるほど。うん、あれだろうだって、出方によっては、ちっちゃいのと、大きいの繋がって、大きいので一本みたいなと、最初から、でかいので、ドーンって一本で、いろいろあるだろ、途中で切れちゃう。あ、あるある、あるね。人生それぞれってことでさ。なるほどね。うん、みんなこう通ってくんだよ。なるほどな。うん、できたよ。バージンロード。バージンロード。完成。うわ。一本でしょ。おめでとう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 。お幸せに。頑張ったら。うんこまさんに質問来てます。おお、質問が。はい。おい、質問。うんこまさんが入る、うん、穴。ああ、人工な？マンホール。はい、マンホール。うん、臭くないんですかって。臭みはないよ。親切はね。うん、臭みってる味、味っすか？臭みってなんですか？味わってるんですか？そうね。含めて。なるほど。臭みはない。うん、臭みはない。季節になると流れてるところだとちょっと臭みは、まあ、感じるかな。あ、でもそんなに。まあ、そんなに、うん、もう慣れちゃってるからさ。あ、そっか、うんこまんだもんな。そうそう。たまに干した時とかは。N95 の、 マスクとか取って入って、あ、わざと、そう、わざとね、うん、っていうとこもある。なるほど。もうガンガンよ。あ、ガンガン、うん、ガンガン。分かりました、うん、っていうことだそうですね。じゃあまた良い子のみんなね、次のウンコマン楽しみにね。だからよいしょ。ミニチュアシュガー麺かと、ネギそば、長浜ラーメン。